はい、こんにちは。今日も歩いております。今年の歩き旅の計画ですけれど、ほぼほぼ決まっておりましたが、先日フライドポテトの品薄だっていうニュースを見まして、ちょっとこれはやばいかもしれないなと思いまして、今保留になっております。何がやばいのかというと、まあ一言で言ってしまえば悪いインフレ。じゃあなぜその悪いインフレになるかもしれないと思っているのか、まあそれは、まあこれも一言で言ってしまえば、勢いのあるところにはかなわないっていうところです。日本はあらゆる分野で買い負けしているそうで、そうなればますます物資はなくなって、入ってこなくなって、そしてコンテナ船も日本を素通りするようになってしまうのではないかと考えてしまいます。そうなってくるとね、今度心配なのが悪いインフレです。まだね、想像ですけれど。そして賃金が上がらないまま、どん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 物価だけが上昇していって、まあスタグフレーションの状態になっていくのではないでしょうかね。そうなってくるとね、本当にもうどうなっちゃうんだろうか、世の中と考えてしまいます。なのでね、一応今回の今年の歩き旅、ちょっと今保留にしております。物の買い付け方法も変わっているようで、勢いのあるところでは品質とかあまり気にせずに、曲がったもんでもまっすぐのもんでもとにかく売ってくれ、売り手のいいねでいいのでみたいな買い付け方法をするようです。日本はね、それに比べて品質にうるさいし、買い叩いて今まで買い付けをしていたそうです。売り手からしてみれば、やっぱりその品質そんな問題にせずに、いいねで買ってくれた方の人に売りたくなるのは当然だと思います。勢いのあるところは高く仕入れたとしても、どん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 売れていくのでしょう。日本はね、その点じゃもうそんな高いもの買えないし、どん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 衰退していってしまうのじゃないでしょうか。日本を歩いて旅していて思うことは、水がいいところ、春になれば一帯が湿地帯と化します。田んぼですね。水がいいから美味しい米ができる。これはね、旅をしているとね、あたり一面に田んぼが広がって本当に素晴らしいなって感じておりました。主食の米だけはなんとか自給できたとしても、それだけじゃ
生きていけないんで、もっともっと自給率を高めるとか、買い負けしないように、なんかビジネスの方法を変えてみるとか、やっていかなければならないのじゃないのかな。とりあえずはちょっとしばらく様子見しようと思います。今日の動画はこれくらいで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。